はい、速稼塾の久保でございます。速稼塾の中には、番外編でですね、いろんなものを扱っている、稼げるものを扱っているんですけども、その一つにカジノの利権というのがあります。カジノの利権というのは本当に利権でですね、すでに販売が終了してるんですけども、あるものを買うことによって、ラックトリプル A というね、e スポーツのカテゴリーの中からカジノというものにフォーカスして、その中でもさらにですね、バカラというものに特化して利益をどん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 運んでくることができます。これは利権なんで、今年のね、1月から3月に購入した方のみにしか起きません。これは完全無料でお金がどん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 放り込まれるという仕組みでございます。非常に羨ましいですよね。そしてですね、これが終わった後、4月ぐらい、3月の後半ぐらいだったですかね。似たようなもので別の組織から、組織っていう言い方あえてしますけども、会社なのかどうかわかんないですけどね、別の組織から無料のものが出たんですよ。もともとは500万円以上で売られていたものですけども、この度、無料ということで市場に開放されました。で、こちらのね、利用レポートが日々送られてきてますんで、ちょっと今回紹介させていただきます。遅くにすいませんということでしたけども、そんなことないです。ありがとうございます。で、無料ツールで分かってきたことをご報告します。先ほど順調に資金が増えていたツールで、一気に1週間分の利益マイナスが起きましたと。この現象はたまたまかもしれませんが、7日間で5、6回起こりました。この時点で結構危険だと思いました。コツコツ増えていたものが1時間もしないうちに一気にマイナスになります。そうですね、ここまではちょっとね、解説させていただきますと、利権の方、もうね、販売が終了した有料のツールがありますけども、これはですね、利益が大きく毀損した時に、それをね、強制的に戻す仕組みがあるんですよ。ですので放置しててもお金がなくなることはないんですけども、今回の無料ツールは、なんていうんですかね、強制的にお金を戻す仕組みが入ってませんので、それ無料ですからね、当然ですけども。ですので落ちたら落ちっぱなしなんで、リスクヘッジは自分でやらないといけないってことですよね。では後半のレター見てみましょう。おそらくですが、誰でもが簡単に稼げる夢のツールではなさそうですね。そうですね、そういうものがあったらやっぱり有料で出しますからね。FX と同じで資金管理が求められるので、お金に困っていて、これで一発逆転なんて考える人は即死すると思います。そうなんですよ、ほとんどのものはそれだけでお金の問題解決するなんて謳い文句に乗っちゃダメなものばかりなんですよ。よく分析されてますよね。あとは細かく利確、損切りを入れる必要もあると思います。その通りですね。このね、無料ツールは、やっぱり基本的には時間をどのぐらい投入してですね、で、そこから利確を細かくできるか、損切りを細かくできるかの連続で利益を確保していくものだと思います。ですので、無料でほったらかしってわけじゃないんですよ。無料なんで手間をかけないといけないっていうことになりますよね。もしくは人を雇って人にやらせることですね。はい、次です。来週1週間で利確 20%、 損切り 20% で、毎日決済でデッタを取ってみますということでございます。また報告をお願いしますね。という形なんで、カジノ利権ってものを今年放送してます。番外編の中で。そのうちの一つに、このね、ラックトリプルエイトを使ったものがあるんですけども、有料版と無料版っていうのがあるんですよね。で、有料版はすでに買うことができませんけども、こちらの方は順調に利益を運んでくれるという形でございます。で、このね、無料版の方は自分で工夫してやるってことなんで、ちょっと手間がかかりますよね。ですので結局こういうことになるんですよ。稼ぎの方程式っていうのは、お金かける時間かける能力イコールいくらって形なんですよね。お金もかけない。だったら時間をかけましょうって話なんですよ。お金も時間もかけたくないんだったら、あなたの能力で結果を出してくださいってことなんですよね。わかりますかね。だから、お金をかければ、時間をかけなくても能力が低くてもお金を増やすことができるんですよ。例えば銀行の金利みたいに。ですから、どれを自分は持ってるからなんですよ。時間もない、お金もない、何の能力もない人、これはすいませんけど稼ぎません、こういう人は。だから時間を投入していくか、お金をちょっと割いていくかね、それから能力を上げていきましょうってことなんですよ。もうこれ以外魔法の方法はないんですよ。ですんで、自分の特徴に合わせた、私の場合はお金があったんで有料版を買って時間を使わないようにしたりとかね、カジノの私バカラなんて知りませんから能力が低いわけですよ。だからやっぱりお金をかけるしかなかったっていう、そういう選択肢なんですよね。で、そのお金も余剰資金の範囲でやってるわけなんですよ。といってもね、余剰資金ではないような金額になっちゃいますけどね。200万円ぐらいですから、余剰資金ではないですね、これはね。ですんでね、いろいろとお話しましたけども、自分がどこに比重をかけれるのかってことのね、自己分析が非常に大事ですから、本当にね、夢のような稼ぐ方法を探して、時間を浪費したりとか、お金を失っちゃったりとか、トレーニングの時間をなくすんではなくて、やっぱりね、基本的には自分がどんな案件でも稼げる人間になるってことが、いの一番にやることなんですよ。
その上でどこに時間をかけるのか、どんな金額を投入するのか、どの能力を使っていくのかっていうふうな選択肢を持つのがいいんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。レポートしてくださいましてありがとうございます。